バレリアには悪いことをした。使命を果たすためとはいえ、心遣いを無にし、傷まで負わせてしまった。それは仕方ないわ。傷といってもかすり傷程度のものだし、バレリアだったら今度会った時にちゃんと説明すればきっと分かってくれるわ。その機会があればいいが。彼女とはまた出会うことになります。それってどういうこと？あなたの進む道には多様な枝道があります。その中で彼女の進む道と交わることがあるというだけのことです。レオの力。彼女？そこにいるのは誰だ？すみません、声がしたものですから様子を見に。大軍とまでは行かなくてもこれだけの人数で移動してるんだ。嫌でも気になるよな。地元の者ということであればむしろありがたいことじゃがな。この辺りに野営を設けられるだけの開けた場所はないか？でしたらこの先に私の住む国がございます。そこでよろしければご案内いたしますが。この湿原は年中リゼル川の氾濫が絶えないと聞く。そんな場所にこれだけの人数を収容できる国があるというのか？それは守り神様がおりますから。守り神？はい、守り神様のお力で国は守られております。おかげで川の氾濫による被害もほとんどなく、リゼル川の恵みにより私たちは豊かに暮らせているのです。お嬢ちゃんの言うような国があるってことを知ったら、グルグンドの貴族連中は黙ってないんじゃないのか？それは大丈夫だと思います。このような場所ですから。むしり取りに来るにも一苦労だし、国への行き方は国の人間にしかわからない。はい。にしてもよく案内する気になったな。ほら、だってラディウスはいいとしても俺以外の男はみんな悪そうな顔つきだろ。ここだったら女性の足だって土地勘があるなら逃げられたんじゃないのかってさ。さあどうしてでしょう。私にはあなた方が悪い人には見えませんでしたから。じゃなければウィンフィールドを見て真っ先に逃げ出していたでしょうからね。エリスちゃん？それはないぜ。昔はもっと可愛げがなかったか。ベトベト、お洋服が汚れちゃったよ。もう嫌。でもソフトクリームって美味しいね。ねえ、もう一つ買って。何よそれ、どういう意味？
いや、こっちのことさ。なあ、ラディウス。さあ、どうだったかな。口うるさいは口うるさかったけどな。だって、バカ野郎、何火に油注いでんだ。そんな本当のこと言うなって。ラディウス、ウィーンフィールド、ちょっといいかしら。いや、行くぞ、ラディウス。おい、何するんだ。逃がさないわよ、待ちなさい。まったく、懲りぬやからよの。このような時に何をしておるのか。まあ、あれでもいろいろとあるにはあるんじゃが。面白い方ですね。このようなところで立ち話もなんでしょう。あなたの好意に甘えさせていただきます。案内してもらえますか。あの方々はどうされるのですか。じきに戻ってくるだろう、気にするな。そうですか。ではどうぞこちらへ、私についてきてください。突然のことにもかかわらず、心よく受け入れていただきありがとうございます。普段であれば他国の軍を招き入れるなどということは決してないのですが、弥生様が連れてきたのであれば信用のおける方々なのだろうと思いましたもので。もしかして弥生さんって偉い人なんですか。そうですね、地位もさることながら弥生様は歴代の巫女中でもずば抜けた力の持ち主でして、今回のことも守り神様のお導きによるものではないかと。はい、急ぎの帰りだったのですが、胸騒ぎからいつもと違う道を参りましたところ、皆様にお会いすることができました。これも何かのご縁なのでしょう。どうぞゆっくりしてらしてください。もう一度確認しますが、この辺りからリゼル川の対岸、フェンサリル共和国側へ渡れる場所はないと。ええ、この辺りは川幅が広いだけではなく、流れも急で橋を架けるどころか船も使えない状態でして、私どもは支流を引き入れてそこで川魚を取ったり、農業用水や飲料水として使用しております。生活するには申し分ないが、人の手出しが及ぶのはそこまでということじゃな。この南に広がるリュレントの森に向こう岸へ渡れる場所があるとか。ですがリュレントの森は未開の地、ここにも案内できる者はおりません。ならばなぜ向こう岸に渡れる場所があると分かったのか。昔は大勢のリュレントがいたようで、その自分には彼らと交流もあったようです。今ではリュレントの姿を見かけることはなく、森を抜けることは不可能と言えるでしょう。だとしても可能性があるならば俺たちは行かなければならない。今さら身の潔白を証明したいとは思わないが、俺を頼ってくれた者たちを見殺しにはできない。彼らの安全が確認できればその時は俺の使命を果たす。そのためにも貴重な情報をありがとうございました。一休みしたら行こう。何にもお役に立てませんで申し訳ございません。では弥生でしたね。あなたも共に来てもらいましょう。私もですか。あなたの持つ光の力は闇を払うためにこそ必要とされるもの。この国の中だけにとどめておいてよいものではありません。そんな突然。私。それは困ります。弥生様は我らの国の巫女、我が国は巫女なくして成り立たぬのです。その言葉嘘ではないだろうが、それだけではなかろう。
悪いがいろいろと聞き込ませてもらった。どうやらその娘が次の生贄らしいな。なぜそれを。国を守るために生贄を捧げる？ちょいとばかり古すぎやしないか。その相手が守り神様だってんじゃ血がまぐさすぎるぜ。ですがそれで国が救えるのです。不本意なことですが、この国が起こされてから今までこうしてきました。守り神様のお力なくしてこの国の安寧と繁栄はないのです。誰も好き好んでこのようなことはいたしません。生贄を捧げているということは、守り神には実体があるということか。それは、はい。ならば直接確かめさせてもらいましょう。本当にこの国の守り神なのかどうか、会えばわかることです。そんな無茶な。あなたには証人となってもらいます。その場所へ案内してください。えらいやる気を出しているが、あんたにしては珍しいことだな。ま、何か考えがあってのことだろうけどさ。あの、私も参ります。生贄の儀はこれまで長年にわたり行われてきたこと。異を唱えるつもりはありませんが、この身を捧げることが本当に国のためになるのかどうか、私自身確かめておきたいのです。竜太様、お願いいたします。仕方ありません。名目上観光案内とでもしておきましょう。ただしあなた方だけということでよろしいですね。もとよりそのつもりです。では国王様に報告しに参ります。皆様はその間に準備なさってください。それではまた後ほど。ここに現れるのかい？そうだと聞いております。やはりここには守り神などいません。どういうことだ？ボーグナイン、感じませんか？感じるとも。闇に身を染めし腹からの醜く歪み汚れた魂を。久しいこと、腹からとまみえるのはいつ以来か。ボーグナインと同じラルバ？けれどこのまがまがしさは何？どのように言い含めたのかは知りませんが、あなたのような低級のラルバにあの流れを防ぐことなどできはしません。ではヤマトは？守り神の力になど守られてはいません。そもそも初めから守り神など存在しなかったのです。人など信じたいものを信じさせておけば、我がその気になれば人ごとき滅するはたやすい。それでも餌を探す手間が増える。ヤマトは餌場ということか。力のないものをいくら食らうたところか、我を満たすことはできぬ。久しぶりの地層、ゆるりと堪能させてもらおう。闇に落ちし卑しき者よ、誇りを失い欲望に身を浸し自らを貶めし者よ。
汝砕くはこの拳、塵一つ残さず滅する。あなた方は何ということを。案ずることはありません。あれは悪しきラルバ、かつては神とも呼ばれた者の残滓。龍太様、ディシャナ様のおっしゃったことは本当でした。守り神様など最初からおりませんでした。龍太様も先ほどの言葉をお聞きになられたでしょう。それはですが、どうしても信じられないというのであれば、数日ヤマタに逗留しましょう。その間に何もなければ信じてもらえますか。守り神様のお力を失った今、言い伝えが正しければヤマトはすぐにでも大きな災害に見舞われるはずです。もしそうなった時は俺たちを好きにしてもらって構わない。そうまでおっしゃるのでしたら分かりました。しばらく様子を見させてください。その上で判断させていただきます。弥生様もそれでよろしいですね。はい。こうなっては私も覚悟を決めました。とにもかくにも皆様お疲れでしょう。お戻りになりゆっくりなさってください。どうやらディシャナ様が正しかったようです。守り神様は、いえもう神とは呼べませんな。あのおぞましき怪物を退治していただきありがとうございます。皆様にはどれほど感謝をしても足りません。ですが本当に何もいらないとおっしゃるのですか。貴殿はもとよりヤマトの方々にはよくしていただいた。その上褒美をいただいたのではこちらが申し訳ない。それに国王も残念がっておりましたが、ご本人の意思を尊重なされようということですので。龍太様、
わがままをお許しください。一度は失われたこの命、助けていただいたご恩に報いるため、今一度この身を捧げることになろうとも、そのための命だと思っております。ヤマトでの務めは果たせたと思います。ですから私に与えられた新しい務めを果たそうと思います。そうですか。皆様、弥生様をよろしくお願いいたします。任せてくれってのもおかしな話か。悪いようにはしないさ。見た目に反して気のいいやつばかりだし、安心してくれ。名残は惜しいじゃろうが、そろそろ行くとするかよ。そうでしたな。これ以上お引き止めするのは申し訳ない。皆様、道中お気をつけください。